くだらねえ。元プロ野球選手の木内バイトオーダー。色欲のぶつかり男、元プロ野球選手ユキ殿、あんたは駅ですれ違った多くの女性を理不尽に傷つけた大罪人、反抗できない弱者を狙いぶつかり行為を繰り返したくさんの夢を奪った卑怯者。その歪んだ欲望、我々怪盗団が頂戴します。何なんだよこれ。ふざけやがって俺の名前まで。木内って、ああいたな、そんな選手。俺顔も覚えてるわ。確か大物長で、てか木内ってあいつじゃね。何が怪盗団だ。俺のあれを盗むつもりってか。許せねえ。取られてたまるかよ。あれを取られたら俺は。よし、木内は確実に予告状を見たな。これでお宝は権限しているはずだ。もう後戻りはできない。メメントスに行くぞ。木内のお宝を頂戴する前に認識を揃えておく。わしの記憶が定かでないゆえ、あくまで推測に過ぎぬのだが、欲望の核であるお宝を盗んだら木内のパレスが消える可能性がある。消える？じゃあお宝を盗んだら木内のパレスにはもう入れないってこと？消したことがないからな。消えた後のことは想像もつかない。消えてまた何かのきっかけでまた出てきてなんてことも断言はできないが、その可能性はゼロではないとまでは断言した。そうだね、リーダーの言う通り。まずはお宝を盗み出すことに一点集中。きっと向こうも本気で妨害してくるだろうし、認識が揃ったのであれば問題ない。では行こう。見て、前来た時と様子違う。来やがったな。陰でこそこそやるしか能のねえウジ虫野郎ども。木内、ち、何あの後ろのボール。あれだ、あれがお宝だ。の欲望が歪んだきっかけ。なにぐちぐち言ってる。ああ。すぐ俺の過去を見てきたくせに罪悪感まるでなしの荒井元葉。どっ
だけしっけつぶとい女なの。どの口が言ってんだか。結局野球教室の怪我も嘘だったくせに、あんたはそうやって誰かのせいにし続けて自分から逃げてる卑怯者だ。クソガキ、あん時もそうだ。妙に肝も据わっててどっか楽しそうにしやがって。チヤホヤしてきた女とは普通に声かけるだけでセクハラだ。連邦で俺の価値を勝手に決めやがって。俺がこうなったのも全部女どものせいだ。男がいなきゃ何もできねえ虫けらのくせに。ややるしかなさそうだね。ああ、だが忘れるな、わしらの目的はお宝を盗み出すことだ。そのためにまずは奴を追い詰める。準備はいいか？ここまで来たら、あとはやり遂げるだけ。おい、こそどの野郎。お前ら全員泣いて詫び入れるまでゲームセットはねえからな。加勢してやろう。目にもの見せてやれ。楽しいし、この肉体で引退してこっそりトレーニングはしてたんだぜ。あれ、その鼻っ端を徹底的に叩き潰してやれ。さっき話した通りだ。まずは奴を追い詰める。お宝をいただくための隙を作るぞ。だがとどめは刺さないよう気をつけろ。現実の窮地が死に至る危険もある。つまり思いっきりぶん殴ればいいんだよね。分かった。ペルソナ、ペルソナいただいていく。準備万端ですね。イデオ、ペルソナデュオ、凍りなさい。もう、逃げつないで入りましたね。は止まらない。ここはペルソナです。ロブロイ、わしのペルソナ飛び出しろ。まずいわね。聞くな。飛び出しろ。聞くな。見切った。こっちの準備完了しました。本気でやっちゃいますよ。おいで、ウェルゼス。ペルソナ、受けてみろ。どうした。自分は情けない。イデオ、ペルプッシュ、これ前、ペルソナデュオ。嘘。何、終わらせよアルビルダ。ここはペルソナで。ロブロイ、羽ばたけペルソナ。ありがとう。それが全部ここ準備万端ですね。わしらはお前の命まで奪うつもりはない。
背後にあるお宝をいただいたら退散してやる。抵抗されると余計に欲しくなる。この機を逃すな。今こそお宝を頂戴する。それだけは。
アルビルダ、ここはペルソナで。ロブロイ、責務を果たせ。わしのペルソナ。準備万端ですね。この技じゃない。ペルソナ、待てよ。まずい。大丈夫ですか？ヘルプシコレ。イデオ、ヘルプシコレ。前、ペルソナデュオ。凍りなさい。まずい。大丈夫ですか？アルビルダ、アルビルダ、ここはペルソナで。あの女たちが出てきてから樋口の力が増している。倒す優先順位を検討するべきか。と切り切りなきゃ。くれ、樋口はあの女たちから力を得ている。倒す順番が重要だ、ワンダー。ねえ、挽回せねば。ロブロイ、己の責務を果たせ。羽ばたけ、ロブロイ。わしのペルソナ。こっちの準備、それ完了しました。ペルソナ、待てよ。本気でやっちゃいますよ。おいで、やめるぜ。ペルソナ、やめよう。ペルソナ、このペルソナ、ヤノシーク。これでどうだ。セルフシコレ。前、ペルソナデュオ。アルビルダ、奮い立て、ペルソナ。やっぱり女も使えるな。受け切れるか。得意技見せてあげる。嘘、ギリギリだな、クレ。まずい、大丈夫だ。羽ばたけ、ヘルソナ。ヘルソナ、このヘルソナ受けてみろ。ありがとう。踊れ、ペル。前、ペルソナデュオ。凍りなさい。おっ、別ないの入りましたね。アルビルダ、ファイト。アルビルダは止まらない。ここはペルソナです。
ドブロイ羽ばたけペルソナペルソナペルソナいただいていく踊れテルプ前ペルソナデュオお逃げつないの始まったねだここはペルソナで、うん、この程度、うん、何挽回とは頑張ったわしのペルソナ我慢して敵が倒したやらせてもらうやった敵が倒したこれでも食らえお兄様準備できました本気でやっちゃいますよおいでレベルフェスペルソナヤノシークいただいていく準備簡単ですねペルプシコレイデオペルプシコレいただいていく前ペルソナデュオアルビルダここはペルソナで抵抗は許さない。イデオペルプシ前ペルソナデュオアルビルダここはペルソナでわしが追い込まれている名誉挽回せねばオブロイデキムを果たせ羽ばたけペルソナメルシお楽しみはこれからってテルプシコ、私を導いてもう一度、あの頂へどいつもこいつも俺の邪魔ばっかりしやがって気ができたぞ今ならお宝を盗めるそれ私にやらせて頼んだぞクローザヘルソナやめよヘルソナいただいていくヘルプシコレ前ペルソナデュオアルビルダは止まらないここはペルソナでドブロイ羽ばたけペルソナありがとう
本気でやっちゃいますよ。おいで、メメルフェス。ペルソラ、ペルソナ。この技じゃない。使う。プシコレ前ペルソナデュオ凍りなさい。もう入れつないの入りましたね。アルビルダ、アルビルダ、ここはペルソナで。オブロイ、責務を果たせ。羽ばたけペルソナ。ありがとう。何？お楽しみはこれからって。まずい、大丈夫ですか？スカーズ。メルシー。踊れ、ペルプシコレ。前、ペルソナデュオ。アルビルダは止まらないですか？使うね。感謝する、うん、わしが追い込まれている。わしとしたこと、戦闘不能。いただいていく。ペルソナ、やめよう。の暴走を止められた証だ。奴にはもう抗う力はない。ワンダ、お前の言葉で決めてやれ。いや、もう体も動かねえか。完敗だよ。もう一ゲームなんて無理だ。持っていきな。敵ではあるが、お前のお宝への執着、その欲望には敬意を表してやる。これは木内、何人もの人たちを傷つけた罪、全部償ってもらうから。辛い。元は
俺の人生何だったんだろうな。野球を引きずりながら会社員やってうまくいかなくてあんなことにしちまった。もう俺には何も残っちゃいねえ。これから一体どうやって生きてきゃいいんだ。やるつもりか。俺はもう動けねえし生きてる意味なんて。違う、いい加減に目を覚ませって言ってんの。もう分かったよね。女はあんたに支配される人形でも何でもない、一人の人間なんだよ。なのにあんた女の人に甘えるだけ甘えて、人生うまくいかなくなったら全部女のせい。ふざけんな。今まで被害に遭った人があんたに何をした、智子はあんたに何をしたっていうの。罪のない人をたくさん傷つけて、みんなの欲望を奪って、野球でみんなに夢を見せてくれた木内武幸選手は一体どこに行った？どうやって生きていけばいいなんて言わないでよ。あんたから夢を、生きる欲望をもらった人たちだってたくさんいる。その人たちにとってあんたはいつまでも憧れの木内武幸選手なんだ。憧れの選手。あんたがやったことは許されることじゃない。だけどまだ残ってるものもある。どんな状態になっても自分が捨てない限り夢って欲望は消えない。けど今さらプロに復帰なんて。夢ってそれだけじゃないでしょ。あんたやたらと女の人に執着してたみたいだけど、もともとはなんで野球始めたの？純粋に好きだったかな。小さい頃公園で遊びの野球をやって、うまいことをみんなに褒められた。好きな女の子からも話しかけられたよ。横島の気持ちは入っちまったな。何やってもうまくいかなかった俺が初めて生きてていいって思えたんだ。じゃあ野球が好きってのはちゃんとあんたの心にもあるわけだよね。なら夢も作り直せるよ。今の罪をしっかり償って反省したらさ、リトルリーグのコーチにでもなって、小さな子の野球選手の夢を作るってのはどう？あんたがぶつかり行為で壊してきた人の分までたくさんの人に夢を持たせてあげるの。無理だ、俺に野球を教える才能なんだ。できるよ。だってあんた、私にも夢を持たせてくれたんだから。そっか。どうして俺は忘れちまってたんだろうな。
消えた。会心は？ねえ、キャトル。この欲望は木内のもののはず。どういうことだ？何？お宝を持って出るぞ。コアを盗まれてパレスが消えようとしている。マジ？じゃあまだそっち持って。てかキャトルに入るのかなこれ。お宝へのその欲望は結構だが、もっと柔らかに頼む。違うけど、これが木内にとっての欲望が歪んだきっかけだったということだ。パレスでは木内の認知によりきらびやかだったが、盗み出したことで元の姿に戻ったのだろう。そっか、野球を好きになったきっかけでもあるけど、女の人に好かれたい気持ちは歪んだ恨みも、このボールから始まったんだね。ありがとう。でもそれ言うなら君もルフェルもだよ。これでトモコが少しでも救われてくれるといいんだけど。昼食べてから時間経ってるから、あと動いたし。ならば祝勝会も兼ねたディナーと行くか。共有しておきたい情報もあるしな。それじゃあ前から気になってたお店が新宿にあるんだ。そこに行こうよ。元派の店選びには実績がある。付き合うとしよう。警察を呼べって。あれ、元野球選手の木内じゃない？じゃあぶつかり男のファントムってそういうこと？開始成功みたいだな。警察に。これが改心ってこと？うむ、歪んだ欲望は消え、罪の意識だけが残った。ぶつかり行為についても全て自供するだろう。ああ、私思うんだ。あいつがやってた行為ってもちろん許されることじゃないけど、もっとエスカレートした行動に出なくて本当に良かったなって。俺はぶつかりで人を殺した殺人犯だ。終わりだよ。もう後戻りだってできるから。
よし、ならば行くか。場所は新宿だったな、元葉。うん、案内するね。ついてきて。またお前ぼーっとしているな。元葉も待っている。さっさと行くぞ。